どうも皆さんこんにちは、ソバルトです。今回はですね、ベータ版で初期から使える援護兵の武器 KE7 使っていきたいと思います。まあこの武器なんですが、中距離、近距離戦える武器ですね。しかもバイポ立てちゃえば結構遠距離までまっすぐババババと届くような武器なんでね、うまくバイポも使えるよう頑張っていきたいと思います。まあ今作かなり援護兵がまあまあ強いって聞くんですよ。まあなんかアップデート、武器によってアップデートしたりすることができるんですよ。してないとちょっと微妙だなっていう武器も多いんですが、アップデートした瞬間にめっちゃ強くなる武器も多いんですよ。その中に KE7 っていうのがあります。まあ FG っていう武器もあるんですが、 FG に関してはまあ今度動画撮ろうかなと思ってます。なんでかっていうと FG は強すぎる。あのね、レートが高い上に KE と同じ威力なんで、もう本当に神武器ってやつですね。いわばちょっとあん中に敵いるからグレネード掘るわ。ほい。本当はね、衝撃新艦グレネードみたいなのがあればすごい嬉しいんだけど。お、18ダメージ、敵いるね。ちょっと勇気出して顔出すか。あ、やべ、間違えた、味方だった。あぶねー、ちょっと味方と敵の区別ミスるな最近。ちょっと左下マップ見ながら行かないと。いるかな、やばい。ちょっと一回下がろう。ここで待って詰めよう。で多分ね、3人か2人いるんだよね、この先。1人出てきたと行くか。出てこい、カモン、来い来い。オッケー。で、あと敵は1人ぐらいかな。ちょっと左下顔。オッケー、あ、もう1人いた。オッケー、ナイスショット。今ので多分 D ポイントの中は制圧したかな。多分さっきそこにいたやつは、まあ、内側に見てたってことは味方がちゃんと内側詰めてきてくれてるから、一気に詰めよう。やばいやばいやばい。あ、やばい、え、マジか、ダメージ食らうか。海岸沿いにいるからちょっと顔出さずに一旦少し待ちましょう。ここでやっぱりね、撃たれたらね、すぐに顔を隠すのがいいっすね。もうね、多分赤点が映っちゃってるんですよ、撃たれてるってことは。なんでもう撃たれてる場合はもうすぐに顔を隠す。で、敵が来るのを待つ。まあ基本的に待つのがやっぱ強いんで。まだ D ポイントなんかいるな。よくいるのがね、この左側の部屋なんだよね。危ねえ、いたわ。ちょっと今俺反応遅れたわ。あ、味方だわ。あとはどこだろうな。今左側の家、部屋見ていなかったから、残りは多分ね、上側だと思うんだよね。上にもう一つ部屋があるから。OK、ワンカット。まだいるね。まあ味方が2人入ってるから、まあ2人以上いるのは確定だね。ここ登れないんだよな。ここそう、ここ登れないんだよね。登りたいんだけど。なんか登る方法があればいいんだけどさ、現状ないんだよね、見た感じ。OK。多分敵は今蘇生入ってたんだろうね。かわいそう。やっぱりね、周り見てから蘇生した方が良さそうっぽいね。さあ、まだいるんだけど、さっきの小部屋に1人いるっぽいな。さっきの小部屋つうか、俺が来たあの家、あの部屋。あそこに1人いると思う。OK、味方がどんどん合流してくれてる。ちょ、分隊が1人だから分隊脇はあんま期待しない方がいい。ちょっと、ここ登りたい。登れ、頼む、登れ。あー、ダメだ。登れねえわ。土のをしっかりと登れるようにしてほしいな。こっち側にもいるんだよね、敵。多分海岸沿いに2人ぐらいいるんじゃねえかな。まあ、味方がこっちいるからクリアだと。いやー、今のは俺のミスだわ。ちょっと味方いるから大丈夫だと思った俺のミスだわ、今のは。しゃあない。ちょっと、助けて、お願い。お、ありがとう、蘇生。感謝。これで、あ、Dポイント制圧したっぽいね。多分ここの角っこ完全に敵がオブジェクトと化してたんだろうな、きっと。まあ、しゃあないわ、それは。ということで、ね、まあ、Dポイントも取れたんで、どうしようかな。まあ、味方 E ポイントいってるから、俺だけ C ポイントいくか。まあ、分隊がいないからちょっと分隊脇できないのが辛いけど。さあ、C ポイント入るけど、多分拠点数的にここが本拠点だろうな、もう。他に拠点取ってないっぽいしね。で、今、俺ら数3人ぐらい入ってるけど、それでも半分以上満たないってことは、まあ、3人以上いるのは確定だから。あ、1人抜かれた。マジか。ってことは、もう見られてんね。で、怖いのがね、この C のね、外側から来るのが怖いんだよ。だから C の中だけで撃ち合うっていうのも無理なのよね。だから、時間を稼ごう。まだね、あ、待って、あ、でも拠点めっちゃ取られてんな。ここで拠点、C 拠点取れれば、ありがたいんだけどね。ただ、今作やっぱり敵の位置がね、把握しづらいから、ちょっと変に動けないんだよね。変に動きすぎると、もうすぐに抜かれちゃうっていうのがこちらだから。OK。結構安定するな。ちょっと時間稼ごう。味方が今 E ポイントから来てるから、それまでにちょっと時間稼いで、で、俺の存在がかなり相手からストレスになってるから、このストレスをうまく活用しよう。で、時間を稼いだ後、まあ、キル取れて、まあ、C ポイントこれで確保できたら、かなりラッキーだね。ただ、人数は、いや、まだ多いわ。さっきより増えてる。ってことは、敵がこっち側に寄ってきてるから、危ねえ、今の。今のは普通に危なかった。
まあ、あえて外から来る可能性もあるから、そういったのも考えといた方がいい。さあ、足音をしっかりと聞いて。多分さっきの蘇生してるな、これ。オッケー、やっぱり蘇生してたっぽい。いいね。気持ちいいよ、このキル。で、本当に時間稼ぎまくろう。いやー、逃した。あいつから。あ、オッケー、下がれるか。これ、C から、外から来ないことを祈る。大丈夫かな。ちょっと少し下がろう。で、かなり今 C 中でキル取ってるから、かなり相手はね、もう、マナコをね、グレンの色に染めて、かなり顔真っ赤にしてると思うから、それのうちに、味方はどんどんね、前に詰めてきてほしい。これがね、要は、俺のおとり作戦、デコイ作戦だね。オッケー、危ねえ。あいつ逃してたらまずかったわ、今の。今のやつ逃してたら、橋上からこの家抜かれるのがオチだから、多分ね、赤点が今ので映ったから、俺のことをこの階段探してくると思うから、ガン待ちしよう。ガン待ちして、あそこに鉄柵があるから、鉄柵で、足が引っかかってましたね、あの子。かわいそう。どんまい。で、今ので、多分、あいつも、もうマナコをね、グレンの色に染めてるから、それで詰めてくる。それを俺が刈り取る。これで俺のね、戦術がね、完成する。ただね、これね、ここの弱点がね、橋上から撃たれることなんですよ。ちょっと下がりたいけどな。あんまりね、芋っててもおもろくないから、ちょっと、時間が経ったら下がりましょう。C ポイント早く押してこねえかな、味方。あいつやべえな。あ、バイポ立てちゃった。もうこのバイポ立てる動作。あ、今ので確実にバレたわ。今ので確実に俺がここにいることをバレたね。で、今味方がまだ詰めてきてないんだよね、C ポイント。ただね、ちょっと。お、ナイス。今のはちょっと魚振ったね。確実に。ただ、あ、まあでも少しずつ C を押してきてくれるから、ここでね、ちょっと詰めるっていうのもまた一つ一強なのかもしれない。ちょっとこれ後ろから来るの怖いけど。なんだあいつ、ラグ。おい、こいつラグいぞ。やばいやばいやばい。あ、マジか。いやー、今のはね、見入られたわ。ラグさに見入られたわ。ちょ、さすがにね、スクワット入ってないのまずいから、ちょっとここに入ろう。スクワット入ってないから味方湧いてくれないっていうのがある。いやー、ここか。でもこれ正面敵いんのかな？ここで構えてるってことは。あ、いるわ。やばい。半分削られた。あー、多分ね、後ろ側にスナイパー置いてるんだろうな。グレーで届くか。本当はね、味方のスナイパーに抜いてほしいところだが、多分頼りないところ面がある。そこは俺がカバーしてあげよう。まあ、そこらね、援護兵のね、強みだから。はい、バイポ最強。まあ、バイポの距離ならあの遠距離でも抜けるっていうのがね、真実ですわ。これが真理。よし、これで、確実に C は取れるんじゃないか。お、敵いる。に、右行ったの今。よいしょ。オーケー、ジャンプ打ち決まったね。ちょ、上から行っとくか。は？ざけんなよ、マジで。おい、マインスイーパーやんけ。今回もかなり接戦だから、ちょっと時間かかりそうだな。あ、戦車いる。あれ倒したいな。敵いたね。多分、外岸沿いから、やべ、一人目逃した。ちょっと、隠れよ。な、一人目やっぱ逃すのダメだな。やばいやばいやばい。ちょっと赤点疲れてる。ちょっと一回逃げよう。で、ちょっとね、移動して、本当に移動しまくるのがいい。マジで。もう撃った後は本当すぐ移動。多分これ何回も言うと思う。俺今後。今後はもう撃ったらすぐ移動。止まってはいけない。止まるんじゃねえぞ、戦法ね。はい、バイポ強い。まあ、バイポはね、胴体基本的に当てた方が良さそうだね。なんかね、ヘッドショット狙うの難しい、この武器で。まあ、初段ヘッド入れてからの胴体打ちっていうのがベストになってくるのかな。全部ヘッドは、無理だね。あ、やばい。これバレてる。ちょっとどうしようかな。まあ、これ上下でうまく移動しまくろう。やばいやばいやばい。このね、降りた瞬間のね、この、若干ね、ダウン食らうのね、あんま好きじゃないんだよね。このモーション食らうの。あ、燃えてるな。これ敵いると思う。多分俺さっきここでバイポ立ってたから炎耐えたと思う。あ、来るな、これ。来る来る。やばい。あぶね。あー、やっぱ初段ヘッド外すの結構でかいな。ちょっとヘッドの練習しよう、マジで。初段ヘッドを狙うことの重要性に気づくしかない、これは。車の運転が難しい。うまく旋回ができない。お、オッケー、出れる。ソバルト号発進。これで味方の脇を待つと。やっぱりね、あの最強の戦法っていうのはこういうことよ。要は味方にどれだけ貢献できるかっていうのが最強の戦法の。一つってことですよ。本当は川にね、落ちたかったけど、もう完全に動画潰してきたね、今の。よくわからないやつ。棒。鉄の棒。未だにあんの？ああいうの。なんか日本だとね、なんかあの、オレンジ色の柔らかいやつだよね。なんか車であれぶつかったら若干スピードを落としてくれる、あの、よくわからないオレンジの棒。なんかみんな想像つくかな？あ、やばい、敵いたわ。逃したな、今の。確実に逃した。どうしよっかな、これ。これだったら、本道の方、こっち側の道路側から行った方がいい。危ね。これ上いるな。やべ。あぶねえ。まだいるか。あ、やべ。やばいやばいやばい、まだいた。ごめん、完全に油断してたわ。ちょっとうまくね、この、本間がで、撃ちたい。よし。もういない。いや、まだいるわ。どこだ、これ。あの、板裏か？いやー、それは無理。
板裏難しい。てか、ほぼ見えない。あれ、暗いよな、あそこ。暗いんだよ。ちょ、味方が D ポイント取ってるっぽいけど、向かうか。まあ、魚振るまくろ。まあでも、この武器やっぱね、近距離と中距離強いわ。正直ね、アイアンサイトでやっていける。リフレックスサイトとかゴミみたいなサイトがね、なければ OK、本当に。どこだ、これ。あ、まだいんのか、D 中。D 中ね、取ってるのはいいんだけど、味方処理しないよね、全然。なんか存在を完全に否定してるよね、多分。敵はいませんよって脳内保管してそう。今のは普通に危なかった。相手が撃ってこなかったから勝てたわ。あとどこだ？こっち側とかいそうだな。多分上、でも上はさっきやったからな。多分この右側とかにいそうだな。いない。どこだ？んー？どこだ？あ、いた。オッケー。でもね、これ以上に表示があったってことは、多分外側で待機してるんだよね、脇町。右かな？オッケー、いたいた。今のは足音だね。これで制圧した、いや、まだいるわ。しつこいね、D ポイント。グレネード投げて。あのね、土のうの裏側も範囲内だから、多分そこにいると思うんだよね。どこだろう。ちょっととりあえずギャン待ちするか、ここで。あ、いいね。そう、やっぱ分隊入ってると味方が湧いてくれるっていうのがでかいね。で、本当に拠点内に敵いる場合はもうどんどんね、倒さないとね、湧いてくるのみだから。あそこか。若干外側ね、多分 B 側から来てるんだろうな、これ。B 側からどんどん来てるみたいなイメージだろうね。オッケーオッケー、味方が戦ってる。これで D ポイントは制圧したのかな。ただなんかダイナマイト放ってるやつにな、ボンって今爆発したから。ここかな？あ、ダメだ。ちょっと俺にはここを抜くことができないわ。難しい。ちょっと外側これ顔出すの怖いよな、ここ。ここから顔出して外側抜くっていうのは本当はいいんだけど、ちょっとリスキーだね。ここに。いやー、やばい、やばい。助けて、助けて、味方。あぶねー。今のは本当に良かった。良かった、良かった。まさか二人いるとは思わなかった。多分一人湧いて、防御力がめっちゃ上がるんですよ。なんかリスポーンすると防御力が一時的に上がるから、その味方を盾にして今俺を殺しに来てたね。いやー、ひでえやつだわ、味方を盾にするとは。卑劣様だね。オッケー。ここ強い。今ね、新しく今ポジション見つけたんだけど、ここ登れるわ、この土のう。ここの土のう。ここの土のうめっちゃ登れる。ここから下を撃ち下ろす感じだね。さあ、もう一回顔出してこい。あいつを蘇生するんだ、味方。敵の味方。敵の味方ってなんかおかしいな。オッケー。D ポイントは制圧したっぽいか。は？あ、それは登れないんか。バグってんね。で、残り拠点は B 拠点。もう俺らの勝利は確定だね、これは。いや、俺のおかげだわ、これは、さすがに。まあ俺のおかげとまで言うとちょっと傲慢だけど、結構俺活躍したんじゃないですか、今回。まあ拠点取る際とか時間稼ぎとかかなり、で俺の時間稼ぎで拠点取れなくなったっていうのもあるけど、まあポイントはあんま稼げなかったね。ちょっとそれが残念だわ。ポイントをもう少ししっかりと稼げる立ち回りっていうのも必要になってくるかもしれない。ということで B ポイント向かいましょう。まあただ E ポイントも取られてて、うん、は？また D ポイント取られてんだけど、マジか。ちょっとさすがに D ポイントは味方に任せるわ。ちょ、俺も B 行きたいよ、 B。B で敵を倒したい。あ？あ、マジか、もう B ポイント取れてんのか。OK。まあちょっとね、ん？あ、V1 ロケット飛んでくるわ。どこに飛ばすのか。味方の V1 ロケットだよな、多分これ。怖い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 。どこで爆発するんだ？もう本当は D ポイントで爆発してほしいところだけど。おー、いいね。ただな、死んで、あんま死んで、一人ぐらいしか死んでないね、V1 ロケット。多分外側に撃ったんだろうな。ただこのさ、市街地マップってさ、マップの、その、拠点の中心に V1 ロケット飛ばすのって難しくないっすか？かなり。要はさ、橋上からでも D ポイントの中って見れないから、D の直接飛ばすことは無理なんですよ。これ入るか。今、グレで牽制したから多分、敵が下がると思うから。いやー、そこにいんのはびっくり。顔出してこい。多分ね、この角っこにいると思うんだよね。で、この D ポイント制圧しちゃえばもう勝ち確だね。まあ、俺らが全拠されない限りこの点差は縮められないし、ここまで点差開いちゃって、こっからの逆転って普通は無理なんですよ、このゲーム。あとはね、俺タップ打ちやっぱ極めた方がいいのかな。このゲームさ、フルオートめっちゃできるから感動してんだよね。バトルフィールド1の頃ってほぼね、パスパスと豆鉄砲打ちしかできなかったから、本当にね、フルオートで銃が撃てるっていうことに感動を覚えてる今。これはどこだ？どっから撃たれてんだ？ D の外か、今俺は見てるこの中にいると思うんだけど、ちょっとグレで牽制して、は？は？ What the fuck？ どういうこと？どっからこいつ現れた今。最近俺一人でさ、バトルフィールド5やってるから、もしよかったらね、誰か、俺の動画見てる実況者さんが、もしいたら一緒に分隊組んでやりませんか、バトルフィールド5、マジで。最近一人で寂しいんすよ。まあ、友達とやってることはあるんですけど、なんかいろんな人とやりたいなっていうのが正直なところあります。
文体シリーズもので動画上げたいなっていうのもあるんですよね。ちょ、ここで、はっ、めっちゃ C ポイント入ってきてる。一気に入ってきたな。いや、あれ抜きたい。あっぶね、今のは。逃してたら俺死んでたわ。ただ今の赤点ついてるから。いや、危ない。これな、味方あそこにいるから大丈夫だと思う。あ、やばい、昼間いるわ。左いるわ。あ、危ない。これ。一応スモーク越しだから多分見られてないと思うけど、そろそろ赤点でバレそうだな。あ、やべえ、弾切れた。マジか。うわー、やらかした。ちょっとリロード間に合うかな、これ。ちょ、リロード、あ、マジか、弾すらないのか。うわ。今のは俺の管理不足。ちょ、生活管理しっかりとしないとね。多分一つのことに集中すると、他のことが見れなくなる俺の悪いところだよな。ああいう、さっきの弾管理できてないの。まあ、そうだな。まあ、まあ、ちょっと二重課題がまず俺難しいんだよね。二重課題って皆さんできます？要は、二つのことを同時にやるっていうこと。かなり難しくて、なんか弾けたな、こいつ。すげえ今アイテムが弾けたな。あ？うわ、出た。マインスイーパー仕掛けたのか。くっそー、味方が一人死んじゃった。あ、蘇生するか。いけるかな、蘇生。くっそー、マインスイーパーの犠牲、出た。ブサイクな顔だな。よし。あ、顔が可愛くねえやつ多いんだよな、バトルフィールド。まあ、俺も自分の顔そんなに可愛いとは思ってないけど。オッケー。あとは、あ、え、何もぐらい今の。表示なかったよ、グレネード。あー、そうか、一撃しか。ちょ、味方から湧きたいけど、これ湧けるかな。でも終わっちゃう、終わっちゃう。あ、終わったー。真っ白しろすけー。ということで、ジジ。まあ、ビクトリーということで、勝利。48キル9です。まあ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 、いいんじゃないですかね、KE7 では。ということでね、お疲れ様でした。ね、今後ともね、皆さんよろしくお願いします。まあ、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。ソバルトでした。ジジ、バイバーイ。